カプコン佐藤の Life is Beautiful。 どうも、ビューティフルライフコンサルタントのカプコン佐藤です。よろしくお願いいたします。ね、はい、どっから説明したらいいのかというよりは僕自身が説明してほしいっていう状態なんですけど、はいはい、カプコン佐藤さん、どうもご無沙汰しております。ご無沙汰しております。お久しぶりでございます、はい、ただ僕はね、もちろんカプコン佐藤さん以前から、まあ、知り合いではありますけど、なんでこのね、1時間でしょ。だってここ結構なんか身の詰まったね、特集やるコーナーだっていうのがあると思うんですけど、番組構成作家古川でございます。はいはい。ちょっとじゃあ歌丸さんが、はい、いまいち今日の趣旨を分かってらっしゃらないということなので、うん、はい、私の方がちょっと説明を。恥ずかしながらね、私冠番組にして全く趣旨分かっていないっていう。1回だけですからね。今日だけですよ。うん、はい。そもそも昨年10月にですね、この番組の特集で、そのカプコンが作られたゲームソフト、はい、デッドライジング2の特集をしたんですね。はい、お世話になりました。あ、はい、はい、で、その時に、打ち上げの席、うん、僕らみんな放送終わった後、お酒をね、赤坂のね、焼き鳥屋なんかに行きましたね。はい、行きました、はい。うん、で、その時にですね、カプコン佐藤さん、その時は出てないんですよ、番組に。あ、そうでしたね。出てないです。ですね、はい、はい。もちろん打ち合わせの時とかには同席していらっしゃいましたし、で、この放送の時にも、そばにはいらっしゃったんですけども、はい、我々的には、まあ、タマフルが好きだっていうのは知ってたんですけども、まあ、なんか好きだからついてきた、カプコンの変わり者の人かな、みたいな。あと、デッドライジングの、はい、オフィシャルの、ね、ライダースジャケットを着て、はい、異常なまでの汗。はい。皆さん、松本ひとつさんのコントとかで、滝のように汗流す男のね、コント見たこと、はい、はい。あのぐらいマジで出てますっていう。はい、めちゃくちゃなってます。で、僕、ちょっとそれ、佐藤さん着させてくださいよって、はい、黄色いジャケット、ライダースジャケット着て写真撮ろうとしたら、ブシャッブシャッってなったんですよね。初めて会った時に、雨降ってるんですよ。これ冗談抜きで、本当に。佐藤さん、ちょっとね、風景を説明しておきますと、はいはい、温厚そうな、ね、お顔をされてるんですけど、はい、ガタイがすごいね、大きいんですよね、はい、ボディがでかい、背も高くて。80代あります、ね、あります、あります、ね、はい。横も幅もね、結構ありますし、そうですね、はい、ちょっとオールバック気味といいますかね、はい、こう髪型で。迫力があるんですよ、ね。迫力がある。はい、まあ、そんなルックスとかで、まあ、はい、とはいえ、まあ、単にね、その時は出演もせずに、カプコンのあくまで社員として来てるのかなと思いきや。はいはい、で、その後、まあ、お酒を飲み始めしたら、だんだんですね、その話してる中で、佐藤さん、そういう立場の人だから、ちょっとこう隅っこに最初ね、座られてたんですけど、だんだんその佐藤さんの発言が増えていき、そうですね。なおかつその、すごいね、ロジック、まあ何、その時もすでに何かを進めていたんですけども、その時のロジックが、非常にまあスムーズかつロジカルで、我々はもういつの間にかですね、そこにあれよあれよと巻き込まれてしまい、不思議な気分になったのを覚えてますね。ああ、いや、不思議な気分というか、ああ、これは素晴らしい、才能の持ち主なんじゃないかと。今の会話は何だったのかなっていうのはね、はい、ジャンル分け不能でしたね、はっきり。そうでしたね。はい。ってことで、人すごいんじゃないかと。ちょっとこの人はすごいなってなりました。ありました、はい。はい。で、今年の3月になってから、島尾さんのコーナーですね。はい、今とちょっと違って、ミューズのぼんやり情報部だった時代ですね。はい、に、登場していただいて。好きなフルーツの話っていうのを、島尾さんがなんか、ね、はい、こう、お題として出してきて、はい、そういえば好きなフルーツの話といえば、カプコン佐藤さん、呼ばないわけにいかないんじゃないの、はい、っていう。すでにその話ではされてたんですよね。好きなフルーツの話っていうのは、うん、その酒の席で。はい。ということで、番組に初登場。すぐご召喚したと。で、その時のですね、巧みな話芸、我々がその、夜にですね、この味わったその、ロジックに関して、もう、リスナーの皆さんもですね、味わっていただいて、大変な感動を。感動が波及していきましたか。感動が波及、花火が届いた、ね、花火が届いた。ですかね。で、まあ、特徴はその、まあ、巧みなプレゼン、スムーズなロジック、そして、子供のように純粋で、まっすぐな思いっていうのが。例えばどんな？まあ、覚えてらっしゃる方多いですかね。はい。みかんがとにかく素晴らしい。とにかくみかんだと。はい。果物だって話をされてましたね。素晴らしかったです。素晴らしかったです。過去形なんですか、ね、あ、でもみかんは、私だけじゃなくみんなやっぱいいと思ったと思うんで、それはなんか、そうですね、はい、まあ、共感を呼び起こしたと思います。まあ、みかんは美味しいという、ね、はい、共感、ね、みんな好きだったところに、佐藤さんがただ単に背中を押してあげた。そうですね。で、そのロジックがあるわけですもんね、佐藤さん。確か僕覚えてる限りだと、まず、たくさん食べられるからですね。そうですね。はい、やっぱりみかんは、またその話しますか。あ、もう大丈夫です。いいですよ、しましょう。まあまあ、でも、初めの方はね、いるから。みかんは、はい。
みかんはやっぱりこう、果物として、まあ、総合的にすごいバランスが取れているっていうのがあって、はい、で、やっぱりこう、なんですかね、みんなみかんに吸い寄せられるみたいな。みかんに吸い寄せられる。まあまあ、確かに 甘いし、うん、まあ、そんな高くもないし。甘いって。はい甘い。ちょっと待ってください。甘い。甘いというよりは甘い。そうですね。それ、みかんによるんじゃないですか？別にそれ。あとは、やっぱり、柑橘系なんで、爽やか。佐藤さん、自分で笑っちゃってるじゃないですか。ギアの入りが早くてびっくりちょっと。ちょっと自分からね、うちに行ってる、はい。はい。まあ、甘いし、爽やかと。はいはいはい。で、やっぱりみんな好きなんじゃないかと思って、それをみんなここにあるよっていう、おいでっていう。あ、みかんの、はい、みんな忘れてるかもしれないけど、みかんはここにあるよ。そうそうそう。ここなんですよ。話終わってみると、新しい情報が付加されていないよ。これロジック力っていうのは、そういうことですからね。みかんについて僕らが知らなかった情報が何一つ追加されていないんですよ。いや、古速なそういう手は使わない。トリビア的なのを使わないで。うん、みんなが知ってることを、ロジックを組み立てることによって。うん、情熱。情熱大陸です。ちょっと待ってください。いつもより適当ですよ、佐藤さん。いやいやいや大丈夫ですかちょっとね。全く緊張してないですいや、緊張してますよ。そうですか。いつもよりリラックスしすぎたなぐらいです。いや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 あまあ、でもそれでね、うん、一躍その衝撃的な。そうです。とってもこう、まあ、あと、多分持ちやすいから偉いみたいな話もされてましたし。持ちやすいから偉い。はい。あと、ちゃんと苦言も呈されてて。苦言。苦言。みかんに苦言。苦言呈されてました。覚えてますか物申してましたね。みかんの皮の裏側が、うん、ウェットティッシュだったらよかったのにっていう。苦言、ちょっとピリッと。ところどの時に遡れば、ね、直すのかちょっと分かんないですけど美容的な、ね、やっぱみんな美しくなりたいと思う、そうですね、うん、で全部無駄にしないっていうみかんの皮を、はい、ウェットティッシュでこう何女の人が顔に乗っけたりいやいやウェットティッシュじゃなくて裏側が、はいはい、こうお肌とかにいいものだったら全部役立つからアロエ的なそうですそうです、うん、まさにそれもみかんじゃないっすよね、もうね。いや、みかんじゃないですかね。みかんでしょ勝手なこと言ってるだけじゃん。佐藤さんですね、もうこういう身近にあるね、ものを、本当にこう、うん、こう持ってもいなかった角度から光を当てて、まあね、幸せを放り起こす。はあはあ、で、こう、佐藤さんに、なんで佐藤さんそんなことができるんですか、うん、幸せを見つけることができる。はい。佐藤さん、実はビューティフルコンサルタントっていう肩書きを、ビューティフルライフコンサルタント。はいっていう肩書きも、ね、略して BLC だそうです、ね、はい、これは僕の友達が現実に勤めてるんですけど、はい、マンションの近くに住んでいて、でマンションの近くに住んでいてで彼 の, 彼女とかが、まあ、芸能人とか、はい、で、はい、でうちで結構なんかおしゃべりとかしていたら、うん、まあ、カウンセリングというか、はいはい、なんか佐藤さんと話してると癒されるみたいな、って話になってその電通のやつが、はい、ビューティフルライフコンサルタントだねっていう話になって、で、ああ、じゃあ、そうだね、Facebook とかに登録しようかって言って、はいはい、で、続々と予約が入るようになる。してるんですか？いやいや、まあ、僕は仕事じゃないですけど、なんかそういう職種っていうのが世の中にあるっていう話を聞いて、じゃあ僕は、働く女性を応援しようと思って。働く女性、うん、適当なことしてる。いやいやいや、もう、SK2。SK2 化粧品の名前ですよ。いや、みんな輝いてほしいなと思って。ああ、佐藤さん。いつもより、10分とかですけど。いつもより発言の無責任度が。いや、本当です。いや、でもこれは、プライバシーに関わるから、あんまりこう詳しくは言えないんですけど。いろんな人ね。ええー。だから、芸能人ってさっきおっしゃいましたけど。そうですね。まあ、女優さんとか、うん、で、みんなやっぱこう、人に言えない悩みとか、苦労とかはされてるんで、で、そういうのを聞くと、なんか皆さん、ちょっとホッとされるというか。で、佐藤さんがこういうとこに幸せあるんじゃないのって言うとみんな、ああ、そんな忘れてた、私、みかんの素晴らしさ忘れてた、うん、みたいな。そう。あとは、みんな、まあ、それで、そのままで綺麗だから、それを、そういう自分を認めてあげてっていう。いや、間違いなく何も言ってないです。そうだけどさ、はい、そうだけど、そうだけどさ、はい、相談、やっぱそのさっきのみかんの話と同じで、相談の乗り方として何一つ新しい情報が入ってないんだよ。俺だってそんぐらい入れるよっていう。そういうことがでも本当に、そのセレブの人たちには、あ、こういうこと言ってほしかったんだっていうふうになって。それズバッて言った方がいいと思う。ほら、ズバッと言った方が。そんな言いづらいことじゃないと思うんですよ。いや、やっぱり、
多分みんな言わないから、あ、そうですか。あなた綺麗ですとか、うん、かわ、女優さんにね。そうですね。女優さん限らずじゃあみんなの。そうです。眩しいです。キャハじゃないですよ。じゃあちょっとね、本領はこれから発揮していただくということで、この後いよいよですね、Life is Beautiful 特集スタートです。生放送でお送りしている TBS ラジオライムスタートの野池のシャッフル。今夜はカプコン佐藤の Life is Beautiful としてゲームメーカーカプコンの社員であり、ビューティフルライフコンサルタントの肩書きを自称するカプコン佐藤さんによる身近な幸せプレゼンショーとなっております。よろしくお願いします。よろしくお願いします。今の CM 中ももうね、絶え間なくなんか佐藤さんの世界が展開されてても、はい、いいからそれ放送で言ってくださいみたいなね、面白い。なんか佐藤さんこれ卒論のなんか分厚い原稿みたいなのが私に、そうですね、私実は卒論で社会学のエスノメソドロジーっていうのを研究していて、でそれに沿った研究をしていたんですけど、説得効果のエスノメソドロジー、はい、それガーフィンケルっていうアメリカの学者が唱えている、うん、まあ、学問の一つのジャンルで、はい、で、まあ、結構、それ頑張って、いろいろ会話を、こう、テープ起こしをして、分析をしたり。結構足、頭がいいんだよっていう。それ言わない方がいいんじゃないか。でも、こうやって学術的にちゃんと、メソッドを積み重ねた上でのコンサルタントなんだ。そうそうそう。裏付けがあるんだよ。裏付けがある。わかりました、ちょっと。はい、ということを、ね。コンサルタントなんだよ。コンサルト。コンサルタント。はい、怖いんで怖いんで、すみません、全然怖くないです。こちらが古川です。はい、はい、今日はちょっとアシスタント役もさせていただこうかと思ってます。さっきからもうね、言ってる息が高すぎて怖いんですよ。いやでも誰でも分かるような話してるとは思ってます、ね、先生は、うん、分かりすぎて怖い。、はい、じゃあ早速なんですけどね、はい、じゃあ最初のテーマいかせていただいてよろしいですか。お願いします。はい、テーマ1、お前らの知らない世界で一番美味しい飲み物。はい、ということで、いいで、ね、BGM なんだかね、わかんないですけど、ね、いや、いいですね。これね、世界でおい一番おいしい飲み物と思うものということで、うん、リスナーの皆さんからもメールを事前に募集してるんですよ。はいはい、で、まずはちょっとこれ聞いていただいて、コンサルタントの、ね、はい、方から、後からちょっとね、分析していただく、コメントもちょっといただこうかな。すごい楽しみ。はい。来た、早く。はい、わかりました。そして、ラジオネーム、メッカブさん。僕が世界一おいしいと思う飲み物は、乳酸菌飲料のマミーです。マミーね、うん、はい、乳酸菌飲料はクソ小さい容器でチビチビ飲むものだと、思っていたのですが、うん、100円で 500ml もの乳酸菌飲料を飲むことができるマミーはすごいです。それにすごく甘いのもお得な感じがして好きです。はい、これヤクルトとかね、あの小さいけど、うん、こうマミーはそれのみたいな感じで大きいですもんね。はい、これいかがですか。乳酸菌飲料はいろいろ種類があって、うん、ホワイトウォーターとかいろいろあるんですけど、うん、500ml っていうか120円ぐらいで1リットルのやつもあるんですよ。はいはいはい、はい。だからそっちの方が量が多いから、いいんじゃないですかね。なるほどね。いやいやいや、そうか。いやいや、量は別に好きな量を飲めばいいじゃないですか。多い方がいいんですか、それは。多い方がいいと思います。1リットルのパックで、100円ぐらいで売ってるやつの方が、いっぱいあるんで、なるほど。お得だと思います。お得な方がいい。より美味しい。いっぱい飲めるですから。いっぱい飲める方が美味しい。そうですね。いっぱい飲めた方が美味しい。ちょっと待って、コンサルタント自分で言って、ダハーとか言ってるの。だから、笑って、場をこう柔らくしようっていう先生の。説得力を増してるんだ。そうですね。マミーですよね。じゃあ次行きますよ。かぼちゃ舞台さん、21歳男性。歌丸さん、タマフルクルの皆さん、こんばんは。私が世界一美味しいと考える飲み物は、バナナジュースです。そもそも、バナナ自体が至高のフルーツであることはみんなが認めざるを得ない事実です。しかしながら、甘い、栄養価が高い、コストパフォーマンスが高い、皮を剥いたらすぐ食べられるという利点を持ちつつも、フルーツらしさ、つまりはフルーティー感がないという欠点もあります。うん、それでもバナナが至高のフルーツたるゆえんは、牛乳と合うフルーツである点です。バナナは牛乳と交わることで、そのポテンシャルの何倍もの能力を発揮します。うん、そんな最高の相性のバナナと牛乳が愛し合う、かっこミキサーで混ざるのだから、バナナジュースが美味しくないわけがありません。マイルドなバナナがよりマイルドかつクリーミーになり、朝一番に飲むと一日元気でいられる気がします。氷を入れると氷の周りの部分だけ冷たくなってまた良い。またペットボトル飲料などで飲めないという希少価値もあり、さらに世界一を確信しますというね。これ説得力あるんじゃないですか、かぼちゃ舞台さん。そうですね。バナナはそのままミキサーでやるとこうねっとり感があると思うんですけど、
牛乳と混ぜたり氷と混ぜたりするっていうのはいいと思います。ただ、はい、そのフルーツの混合に関しては、うん、あのいろいろみんな好みがあると思うんで、うん、バナナとリンゴとか、はい、桃とマンゴーとバナナみたいな、はいはい、そういうバランスっていうのをこう DJ 感覚でミキサーミキシングできたら一番いいと思うんですけどね。なるほどね。ちょっと待ってください。別にただ好みによってやればいいってこと言ってるだけですよ。でもその好みで、だから今日はバナナ 10% で、うん、今日はリンゴ 50% かな。日によって変えるんですよ。そうそう。ミキシングをこう。いや、それ普通じゃないですか。確かに。だから普通じゃないですか、それ。好みもあるしね、確かにね。そうそうそう。うん、これは、そうなんですか。あと季節によって、あの、みかんの旬とかあるじゃないですか。はいはいはい。だから今みかん来てんじゃないかな。みかん 50%、リンゴ 30% からの10みたいな。ああ。ミキシングで。ミキシングね。ミキシングって言うときね、ミキサー、DJ ミキサーをいじるような手つきをしてたら、いや、ほんと、いや、その方が。よく伝わるよ。そうみんな好みがあるから、うん、今はブルーベリーかなって。いや、だからね。梨かっていう。佐藤さんのおっしゃることに一切異論を唱える気はないですけど、いや、もうだってね、うん、あまりにも、だからその、はい、新しい情報が入ってないんですよね。いや、でもね、好みがあるとかは、好みが好みに気づかなかったな。もう一個いきますよ、もう一個。はい。ね、これはね、まあ、メール、ないのかな。ハワイ名産グアバジュースだと思います。日本で売られているグアバジュースは大体がグアバ成分薄めでできているため味わいは薄くすっきりしています。ですがハワイで売られているグアバジュースはグアバ 100% のジュースがほとんどです。グアバのつぶつぶが残るほど濃厚でそれでいて甘すぎないとっても美味しいジュースなのです。この味を一度知ってしまうと日本で広く売られているグアバジュースでは決して満足できないと思います。グアバジュースグアバ、はい、グアバあのグアバジュースもいいと思うんですけど、あの海外で売られているてるやつは、はい、あのやっぱりストレート果汁のものが多いと思うんですよ、うんうん、でストレート果汁っていうのはその濃縮還元じゃなくて あの割とこう濃度が濃いんですけど、はい、あのまあそれもやっぱりさっきのあの好みに還元できることがあって好み、だからガバ全部ガバよりは、うん、ガバとなんかトロピカルな他のなんか梨とかさ、梨だから梨をしますね。梨が、ね、梨なんか美味しいってさあの前回皆さんおっしゃったから、はいはいはい、梨は味が高かったんですけどね。だからあんまトロピカルって感じないと思うんですけど梨ね。そうかな。俺はそうは思わないな。いや僕もそう。グアバジュースもいいと思うけど、うん、グアバジュースもいいと思うけどさ。全然、ビタイチ説得されてないんですよ。さすがですね、佐藤さん、ね。だから、ビタイチ説得されてないんですけど。そうそう、じゃあ佐藤さん。じゃ佐藤さんが考えるのあるんですよね。はい、あります、あります、はい。はい。それをじゃあ、お願いします。はい。なんでしょう、世界で一番美味しい飲み物。これは、あの、飲み方に秘密があって、はい。朝起きたら、あの、夜まで何も飲まないで、極限まで喉が渇いた状態にして飲む冷たい水が最高なんですよね。冷たい水が最高っていうのはやっぱり今の季節みんな実感できると思うんですけど。ただその手前にかけてる負荷が不自然すぎませんか。いやいや、超もう無理無理っていう状態で水冷たい水を飲むと。なんかこう広がっていく体に。スパーッ、そうでしょ。冷たい水っていう。浄化される。ピュリファイされるっていう。そりゃそうでしょうけど。うん、だってその状態で飲んだら別にグアバジュースとか、なんとかだって全部美味しいはずじゃないですか。あ、まあでもそうなんです。やっぱちょっと濃いんですよ、やっぱり。その状態で飲むには。そうそう。で、水っていうのは素晴らしいのは、うん、みんな、飲めるっていう。だ人間だけじゃなくて、はい、猫とか犬も水が大好き。みんな動物はみんな水が大好き。みんな大好き。猫とかは、例えばお風呂の水とか飲んじゃいますからね。え？お風呂の水飲んじゃいます。水溜まりの水とか飲んじゃいます。そういう、我々からすれば、そんな水でも美味しいと思って飲んじゃう。そう。あ、ここにあったんだって、水飲み場を発見したみたいな、そういう喜びを、猫たちに教えてもらう。だから冷たい水がいいのは、歯磨きをした後でも飲める。あの口の中に、はいはい、口の中にその歯磨きの味が残ってても、これグアバジュースとか混じっちゃうとね、ちょっとあれですけど。そうそうだからあと、よく駅とかに冷水機があると思うんですけど。足で踏んでブーってこう下から出るやつ、はい。はい、あれとかはタワーで飲めるし、ずーっと飲めるじゃないですか。永遠に飲める。口のね、口のあたりにね、こう、
頂点を持ってきてこうやってやりますよね。そうそうそう、はい、コップもいらないし。ああ、いらない、確かに。はいはい、手放しずっと飲めるんですよ。手放し、アイアンマンがそうそうそう。めちゃめちゃ、はい、ずっと飲めるから。このポーズでこっち。そうそう。で、それは、みんななんで飲まないのかと思うぐらい。最近ね、水なんか買う習慣みたいなのも出てきちゃったあれですけど、はい、そうかもしれないですね。あんま飲んでない。そうそうそう。あれは飲んだ方が絶対いいと思う。確かに、あれは、水の中でもかなり美味しい感高い気がしますね。うん、なんか例えばこうゲームショーとかイベントの仕事の後で、うん、東京メトロとかの方に、うん、冷水があった時に、もう美味しくて、10分ぐらい飲む。10分?10分ぐらい飲む。10分水を10分。こうやってずーっとこのポーズで。そうそうそう。で、アイアンマンが空飛んでるポーズ。そうそうそう。で、それだけで、なんかこう、ピュアリファイされるっていう、ね。シュワーって。体に浄化されて。浄化されて、で、なんか、その感覚をみんなに味わってほしいと思うし。それさ、佐藤さんが汗かきすぎるからじゃないの？いや、でも汗をかくと、その水がまた出てくるじゃないですか。はい、飲んで出る、飲んで出る。はい。こう、回ってるっていう。それ知ってますけど。サイクルなら知ってますけど。なんかこう、サウナとか行った時に、水をいっぱい飲んだ後に、はい、サウナに入ると、また汗が出てくる。はい。で、また喉乾く。そうそう。だからずっと繰り返し繰り返しです、こう。繰り返し。振り込んでそうそうそう。そうね、みんな、はい、みんなその、大なり小なり繰り返しで生きてると思うんですけどね。でも、やっぱりそういうのが大事じゃないかなと思って。確かに大事。だからみんなもっと飲もうと思う。水を。まあ、ただ、確かに言われてみると、駅のあの機械で、ま、きっと今度飲んでみようかなって気持ちいい。そうそうそう。で、あれはやっぱ素晴らしいから、はい、道路とかの、にも置いてほしい、冷水機を。普通の、道路通学路。普通の道。そうですね。10メートル間隔ぐらいで置いて、みんな飲めるっていう。もう喉が開いたら、こう、すぐ飲めると。そんなに、佐藤さんほど喉乾かないですから。あとは、電車のこう、釣り革に、こう、ストローを出して、ここでこう、飲めたらいいと思うんですよ。不潔じゃないですか、じゃあ、マイストローを持ってきて、で、こう、みんなストローで飲むっていう。それなんか、ディストピア SF っぽいでしょ、なんか、絵面的にわかんないけど。いい。なんか、それだけ、もう、社会は発展してほしいし。最後に、着信させることが反論しづらいいいことをね、言うから。いや、それでみんな幸せになると思うんですけどね。うんうん、さっきの、朝起きてから夜まで喉乾かすっていうのは、それ結構やられるんですか、それは。あ、結構やりますね。それだけやると、すごいもう、超喉が乾くじゃないですか。きついでしょ、だって。うん、でも、それだけ我慢して、我慢して飲むと、ご褒美、自分に対するご褒美みたいな。暇じゃないとできないでしょ、それ。俺頑張ったって。一日の終わりに、ああ。ご飯とかで水分あるじゃないですか、お味噌汁とかそういうの。飲まない。飲まない。あえて飲まない。ああ。ストイックに。例えばカレーとか食べて、もうそのまんま。いや、もう食べない。あ、食べない。飲まず食わず。そうそうです。もう限界っていうぐらいまで抑えて。それ夏とかあんま皆さんこれ真似しない方がいいですよ、これ。ね。でもね、その後、水飲むじゃないですか。超うまい。超うまい。水はいいです。そうそう、時間がそろそろ大観衆とともに拍手とか。そうですか。最初の授業で。水飲もう。水が美味しい。水飲もうよ。水飲もうっていうことです。冷たい水が美味しい。水を飲んでいこう。はい。じゃあ次のテーマこちらです。はい。テーマ2。お前らの知らない、世界で一番美味しい食べ物。はい。じゃあ、ちょっとこれもリスナーの皆さんからね。はい、ああ、いいですね。はい。食べ物ね。はい。ケボールさん。うん。私が世界一美味しいと思う食べ物は、イカです。うん。噛めば噛むほど味が出るという形容に使われるのはいいとして、煮ても焼いてもうまい上、時として、イカ臭いと言われるあの香りが、調理の過程で香ばしい磯の香りと変貌を遂げます。うん、変貌、かな、うん、また、足と胴で異なる食感、顎関節症予防、逆さから読んだら、貝となる、魚介類の王様的ネーミングなど何を言ってるんでしょうか。イカ逆か。どこを取ってもいいことずくめです。ちなみに、私は硬い当たり目を100円ライターで炙ってから食すのがお好みです。錦糸町のホステスに教えてもらいましたと、ね。ね、うん。イカ。はい。いかがでしょうか。あ、今のおしゃれ。絶対いいですね。いいです。拾いますね。それ言葉の魔術として。すごいね。満面の笑みですね。すごいかっこいいな、と思って。頭さん天才じゃないかな。佐藤さん、ほんとね、怖いです。いやいやいや、怖くない。先っぽ入れてくるから、すごいですよね。そうですね。そこはいいです、そこはいいですよ。イカ、イカです。イカ、まあでもいいと思いますけど、ただ、イカはね、
あの、そんなに万人に休められないんですか。そりゃそうですよね。なんでですか。なんか、あの、自分、料理しなきゃならないから、焼いたりとか。ああ、もうその工程が一個入るから、ちょっと。うん、あとなんかこう、腹渡を取ったりとか。確かにね。工程入りますもんね。難しい、難しい。うんうんうん、じゃあ、ケボールさんちょっと分かってない。まあ、その人の好みがあるから。これ、好みは、ね、好みでしょ。ケボールさんはいいと思います。全部好みでしょ、それ。うん、まあ、そうですけど。好みってね、うん、深い話ですからね。だってほら、足とかのん、あの、噛んだ時に、はい、ほら、小さい子とかだと、噛み切れなくて、うん、喉詰まらしちゃって。そうそう、うちの娘もよく泣いてますよ。うん、いかが噛み切れないよって。そういうちょっとね、うん、欠点が。うん、はい。その顎の力とかが強い人はいいと思うんですけど。みんながみんなね。そう。スルメとか、すごい噛むのが大変じゃないですか。うん、まあ。その噛むのがいいんでしょ、だって。うん。多分、そのケボールさんがおっしゃってるのはそういうことだと思うんですけどね。わかりますけどね。まあ、それが好みの部分だと、うん。あくまで好みの部分。そうですね。よっちゃいか。あのさ、よっちゃいか。よっちゃいか。よっちゃいか。よっちゃいかならいいってことなんですか、うん、まあ、あれだったらいいと思いますけどね。次いきますよ。はい。ね、ラジオネーム、和さん。28歳男性。ソフトキャンディーのプッチョ。マジやばいっすよ。味覚糖が販売しているソフトキャンディーの他にグミやラムネが入っていて、いろんな食感が楽しめるプッチョ。ですが、中でも、シュワプッチョ、元気ドリンク味は悶絶必至。美味しいソフトキャンディーの中に入っている、シュワシュワするラムネの分量が絶妙です。ちなみに僕はこれをコンビニで買ってから家に着く前に1本食べきってしまいます。今、プッチョの CM には AKB48 が使われているので、なんだかこびているように思われて買いづらいのが難点ですが、それに負けず、素晴らしきプッチョライフをエンジョイしましょう。うん、プッチョ。はい。はい。プッチョもいいと思うんですけど、あの、ハイチュウもあるじゃないですか。はいはいはい、はい。競合がありますね。そうですね。だから、それを全部、食べた上でプッチョ選ぶのはいいんですけど。ああ、ちゃんとフラットに見てんのかと。そう、うん、ハイチュウに関しても、最近そのポンジュース、お元にした配置みたいな、うん、フルーツ味がいろいろあったりとか、うん、でプッチョにしてもいろんな味があるじゃないですか、うん、あれはやっぱ全部食べてからこう決めてるのかなっていうちょっと疑問が、ちゃんとその、和さんはそのあたりちゃんとやってんのかなという、はい、素人だからやっぱ、うん、あと AKB が出てるからって選ぶのもちょっと安易かなっていう、そうじゃないって言ってるんですよこの人は。あ、そうなんですか。聞いててくださいよ、うん、それで選んだと思われるのは嫌だからって言ってるんですよ。ちゃんとカウンサルタントの最適限聞いてくださいよ。あれプッチョってあの、ナインティナインさんがやってなかったでしょ。昔やってましたね、テレビ CM ね。はい。それはどうなるんだっていう問題があるじゃないですか。ああ、言われてみればね。どうなるんだって、うん、どうなるんだってどういうことですか。あの、矢部さんがね、プッチョやってたじゃないですか。やってました。はい。それはどうなるんだっていう。ああ、言われてみればそうですよね。岡村さんはどうなんだそう、矢部さんがそうなんだろう。あ、岡村さんもどうなんだろう。一個も話が進んでないんで、ね、ちょっと先進んでいいですか、これ。はい。ギターグモさん。あ、お刺身です。ああ今何に対するああだったんですか、名前。ギターグモ君は僕の後輩です、はい、ああそうですか、うん、お刺身だった、うん、はい、まさに素材の味を生かす料理の究極の味、はい、形、魚を切って出すというダイナミズムと繊細さを合わせ持っています、うん、お刺身を美味しくいただくのに欠かせない要素はお醤油と薬味です。魚に合わせて刺身醤油やたまり醤油、薬味もわさび生姜ニンニクなど組み合わせのバリエーションは無限大です。今日は思い切って塩でなんてのもあり、考えるだけでワクワクが止まりません。またお刺身は自分で取った素材を使うことができます。海辺の釣りで船の上で最高のアクティビティの一面もあります。さらにお刺身の盛り付けも重要です。料理はまず目で楽しむもの、器の上に季節感を演出してみると美味しさも倍増です。そして特別な日にはあの子に頼み込んで女性の上に盛り付けるなんてのも、やはり味もシチュエーションも何もかも全てひっくるめてお刺身が世界一美味しいようですというね、うんうん、はい、後輩ギターグモさんからね、長いちょっと、ね、メールの形式に対するダメだし、うん、あとギターグモ君は本名は坂本君っていうけど坂本先生、さすがですね先生、坂本と容赦ないです、容赦ないですね先生、一緒になんか飲みに行った時に、はい、なんか高円寺のお店に行った時に、はいはい、なんか彼を舞い上がって、はい、あのお店 の窓に体当てして、はい、窓ガスバインってれて、はい、で、その坂本くんと、あの、奥さんの直里さんが喧嘩してました。先生、個人情報容赦ない。奥さんの名前まで、奥さんの名前まで言って。険悪な感じになってました。関係ないじゃないですか。全然関係ないじゃないですか、お刺身と。うん、なんか、嬉しかったんでしょうね、僕と一緒にお酒飲んで。いや、さすが先生、うん。盛り上がってて。うん。それで、なんか、奥さんの直里さんが、なんか、いい加減にしちゃうみたいな。こうなんでこんな日にみたいな。プライバシーとか関係ないですもんね。いいんですけど。なんか翌日、そのお店に弁償してみてみたいです。そこでお刺身は出てたんですか？出てました、出てました。彼は釣りとかやるから、うん、あと、
最近お子さんが生まれて、うんうん、いいと思います、ね、幸せなんじゃないかな、うん、それは僕もいいと思うな、うんうん、お刺身はいいですよ。あ、いいですか、うん、じゃあこれは回答として結構。いやでも佐藤さんは本当佐藤さんの回答があるわけですね。美味しいと思ったら違うんですよね。まあ、その日の気分によって美味しい時もあるし、うん、あとやっぱり場所は結構一人暮らしだから、はい、お刺身は気軽にはちょっと食べれないところが、はいはい、確かにね、うん、カジュアルとは言い難いですよね。そうですね、うん、まあ、あとはだから居酒屋とか行った時に出てくるじゃないですか、はい、お刺身が、はい、たまに食べるっていうのがすごい美味しいっていう、うん、うん、まあ、そうですね、今日お刺身美味しいねみたいなラッキーだなみたいな、ね、ああ、たまに食べるから美味しいんだろう、ね、そうそうそう、うん、ここの刺身美味しいねみたいな、さっきのその、ね、何ミリリットルのあれもそうですけど、やっぱ分量を飲めて、水もそうですよね、分量を飲めていつでも摂取できる、はい、これがやっぱいい、うん、あとやっぱ一人暮らしだとそういう気軽さが、うん、利点だと思うんで、うん、はい、食べたい時に食べるっていう。じゃあ何ですかこれ。そうそう、じゃあ佐藤さん、佐藤さんの世界で一番美味しい食べ物は何ですかこれ。はい、まず今の季節だったらかき氷、セブンイレブンで売ってるそう、ビニールに詰まったいちご味のかき氷があるんですけど、セブンイレブンで売ってるビニールに詰まったかき氷のいちご味の、で、あれはカップのかき氷と違って、はい、ちょっとこう、ほぐすと、シャリシャリになるんですよ。はい、もう最初からシャクシャクしてる。結構入ってるやつ。そうそうそう。はいはいはい。で、袋を開けて、食べると、はい、そのまま食べられるんで、はい、すげえ、シャワシャワだ、みたいな。は、サクサクだよ、これ開け、容器に開けたりしないで、うん、そうです。開けた状態で突っ込んでくるんですか、いや、スプーンとかなく、そのままカジュアルに袋から。あ、飲むの？ダイレクトに。はい。ザラザラっと。そう、袋から、トライフの口に、はい、サクサクだなこれさっきマゾメシサクサクやぜイチゴだねだからさ自分の好みとでかい声だけじゃないですかいやなるほどねさっきアイスボックスってなったらそれじゃダメなんですかさっきマゾメシでアイスボックスはちょっと高い120円ぐらい値段高いです、ね、あそのかき氷はいくらぐらい62円ですあ安い、うん、おだから調子いい時はそう2つぐらいいっちゃいますねダブルで。お腹壊しちゃうんじゃないいや、全然全然、うん。で、一日の終わりにそれを食べると、はい。一日の終わりにね。そう、はい、ありがとうみたいな。あ、セブイレブンありがとう。そう、で、お風呂に入りながら食べるって言ってもあるから。お風呂に入りながら食べる入りながらサクサク食べると。溶けちゃうでしょ、だって。いや、大丈夫ですよ。溶けてもいいし、で、俺なんかすげえ今、天国じゃないみたいな。体あったかいのに口が冷たいそう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 で中にこう冷たいのがどんどん入ってきてそれがまた温まってそう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 でそれがやっぱりパラダイスみたいなあともう一つあって、はい、すぐ極力までお腹を空かした状態で食べるボンカレーさっきからさ水とさロジックは同じじゃないですか極力までお腹空かしたら何だって美味しいでしょそんなのいやそうなんですけど、うん、ボンカレーはたまに食べると超美味しいみたいなただ他にいくらでもあるんじゃないですかたまに食べると。寿司だってなんだってそうじゃないですかまあそうですけど、ボンカレーはやっぱちょっと、みんな簡単に作れるから、はい、お湯に、ね、沸騰したお湯に入れて、うん、で、食べると、あ、ボンカレーこんな美味しかったんだ、みたいな。ただね、これはちょっと確かにそう、ボンカレーは、味も進化してるんで、うん、下手な店よりマジうまいっすよ。いや、そうそうそう、本当そうなんですよ。うんうん、だから、でもこれ言ったらちょっと、歌間さんに怒られるかなと思って、カレーに対してこだわりがね、終わりなんで。いえ、ボンカレー美味しいですよ。うん、具も入ってますしね。そう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 。うん、これはお得。さあ、あって、結構辛さもいろいろあるじゃないですか。俺、ボンカレーについて知らなかったと思って。B、うん、とかもあるんだ、みたいな。ただそれみんな知ってると思いますよ。いやでも、あえて、お腹を空かして食べた時のボンカレーのうまさ、うん、どんぐらい空かすんですか、じゃあ。まあ、一日は何も食べないで。一日はい、あ。もう超お腹空かして。荒いようじゃないですか、さっきから。いや、で、それで、ボンカレーって安いんですよ。100円とかで買えるんですけど、うん、ああ、もう無理だ、みたいな。もうお腹空いたよ、って、言った時に食べると、うんありがとうみたいな。やっぱ一度自分をギリギリこう生命の危機ぐらいのところ追い込んで、そうするとその日常のなんと何気ない幸せがそうですってか、今そんな負荷かけてる場合はない人いっぱいいるんですけどねこれ。いやいやいやそんなことないですよ。みんなで頑張ろうっていう。頑張ろう頑張ろう東北うん、頑張ろう最後にいいことっぽいこと大きな声で言えばいいっていう、そういう体になってる感じです。いやそんなことを思われたらちょっと心外なんですけど。ああそうですか。いやみんなやっぱりこう。ありがたみを、まず実感していこうっていう。それを実感するためには、なんか、最近俺ありがたみ感じてねえ、何食っても美味しくねえな、とか、うん、何飲んでも美味しくねえな、なんて言ってるやつは一旦、
そうちょっと飲むのを控えて、控えて、見ろと。はい。そうするともう、うわっ！そうそう。で、なんかお金がなくて、もう何も食べられないっていう状態で、なんか CD 売って、でお金作って、うん、ボンカレーとか食べると涙出てきます佐藤さんそんなにお金なくないでしょだって勤めてんだからいや僕は結構お金使っちゃうんであえてもう節制しろって話をしたありがたいってありがたいです、うん、頑張ろうってことですねお母さん頑張ろうっていうお母さん、今うちのお母さん多分ラジオ聞いてますあはいはい佐藤さん、うん、よろしくお願いします、はい、よろしくお願いしますもうお母さんの話は何の関係があったんですかあ私の実家が福島県の南相馬市の大学で。これ頑張ろう。全然笑えない話じゃないですか。まあ、そうです。で、今、北海道に姉が住んでて、はい、そこに避難してるんですけど、うん、なんか今日聞いて、持ってくれてるみたいな。佐藤さん、こんな話聞いたらこの後全然、しんみりしちゃうよ、これ。いやいやいや、でも大丈夫です。いい話じゃないですか。なんか、お母さんも頑張ろうって言ってるから、うん、で、その分、僕が頑張って、お金送ったりとか。あしてるから。ぐうの音も出ないほど、ちゃんとした話じゃないですか。もう全部、借金全部送っちゃった。高校息子ですからね、これね。今日の、うん、あの、特集は難解ですね、なんかね。どう向き合うのか。いや、誰でも分かる話をしてる。誰でも分かるだけに難解っていう。ありがたい話をみんなで聞こうっていう。自分で言わない佐藤さん頭いいですからね。うん、ちょっと頭いいんです。終わりました。じゃあ、ね、この。量が4つだから全部言うだった。大学の時に。成績の方がすごいですね、うん。で、授業料も全部免除だったんですよね。頭良くて。本当に得意げな顔で言ってますからね。うん、面白かった、勉強が。大学の勉強面白かった。さすが。違う。社会学とか面白かった。暴走がひどいです、ね。ちょっと一旦ね、CM を挟みまして、はい、TBS ラジオ、ライムスタートのウィークのシャッフル、カップコン、佐藤さん、ライフイズビューティフル特集、まだまだ続きます。イェイイェイ。生放送でお送りしている TBS ラジオライムスタートのウィーケンドシャッフル。今夜はカプコン佐藤の Life is Beautiful としてゲームメーカーカプコンの社員であり、ビューティフルライフコンサルタント、略して BLC の、はい、肩書きを自称するカプコン。Ayo! 調子はどうだ名前呼ぶ前に。Ayo! 調子はもう皆さんね、はい、いいらしいですよ。名前呼ぶ前に叫ばない。カプコン佐藤さん。殺しに来たぜ先生さすがです。ね、チブラさん。さすがです。本当に僕ね、佐藤さん付き合いありましたけど、うん、未だにもうこんな怖い人だと思わなかったです。いや怖くないですよ、うん、何考えてるか本当に分かんないです。いやこちらカフルカです。ミッチーさんが今ねあのサブから本当に悔しがってます、うん、同じ匂いを感じた。同じ匂いというかミッチーさんよりおかしいですよこの人。いやいや確実に僕ミッチーさんは尊敬してます。ほらもう怖いでしょ。才能に血です。はい、ミッチーさんが、うん、お互い認め合う。ミッチーさんかっこいいですよね、やっぱり。うん、僕何回かお見かけしたことあって、ビーボイパークとかで、ね。かっこいいと思って。ビーボイパークでミッチーさんを見るっていう。ビーボイパークちょっと遠回りした相方を。一昨年に、あの、ビーボイパークで、ライムスターのワンサイケンを聞いたときは感動しましたね。素晴らしい、いいですよ。先生さすが佐藤さんに。これ優しいな。こっち、流れ方も飛んでくると怖いですから、これ。流れ方っていうのもね。千葉さんの、ちょいとドリームからの、うん、まさげん。まあ、もういいです、マジで。超感動した。言ってることは別に間違ってないんですけどね。ありがとうございます。先生。じゃあ最後ちょっとね、はい、テーマ行きましょうか。はい。はい、こちらです。テーマ3。お前らの知らない、世界で一番、可愛い動物。はい。まあ、動物はね、まあ、可愛らしいのいっぱいいますけどね。うんうん、はい、はい。ちょっとリスナーの方、メールご紹介したいと思います。はい。現金スカイウォーカーさん。うん、私の中の一番可愛い動物は、ライオンの赤ちゃんです。ああ。私が小さかった時、富士サファリパークで奴らと出会ったのですが、うん、あまりの可愛さに、こいつらに両親を取られると子供ながらに嫉妬したのを覚えています。うん。大人になった今見てみると、確かに可愛い。あの小さい手、ふかふかの毛、つぶらな瞳、串田明先生が歌っている通り、可愛くってどうしようって思っちゃうほど可愛い。これ何の歌ですかこれ。富士サファリパークあー、そうか。可愛くってどうしようか。なるほどね。そうです。あ、成長すると大変ですが、小さい時のライオンは世界で一番プリティだと思います。はい、まあ、可愛いからこそね、見せ物になってるってなると思いますけど、はい、いかがですか？大きいですよね、割と、ライオンの子供ね。あ、
そうですか、可愛いって言うけど。いや、可愛いと思います。でも、大きい。そこがちょっと。あと、やっぱり、身近にいないから、会いにくいと思います。あ、なるほどね。その、ね、さっきから全部ロジックが一貫してますよね。はい、水、ね、はい、ボンカレー。はい、はい、うん。身近にないとね、やっぱ可愛いものがね。やっぱ、富士サファリパークまで行かないと、会えないっていうのは、うんうん、あんまり気軽にね、その可愛らしさに触れられない。そうですね。やっぱ日常的にすぐね、はい、可愛いものに触れたいなって時、ふっと触れたいですもんね。そうです、そうです。じゃあ、ちょっと早速なんですが、はい、ね、ビューティーライフコンサルタント、佐藤さんの、はい、まあ、思う一番、世界で一番可愛い動物。はい。やっぱね、これは子猫ですね。普通じゃないですか。いや、で、それで、いや、子猫で、うん、なんで可愛いかっていうと、例えば、あの、人間の赤ちゃんもすごい可愛らしいですけど、うん、やっぱ泣き声が、こう、なんすかね、こう胸に迫ってきすぎて、あの、夜泣きとか、赤ちゃん、ちょっとまあ、泣くしか表現できないのかもしれないけど、うん、ちょっとなんかうるさいなっていうのがあって、うん、犬とかは、ボンボンってこう。ちょっと攻撃的なね、ニュアンス。まあ、なんかもうグルーきすぎて。でも、キャンキャンみたいな可愛いのは、キャンキャン、キャンってあるでしょ、コーンって。それでも歌丸さんの言い方だと思いますか。いや、僕もそう思いますよ。歌丸さんの言い方です。猫は言い方じゃないですか。猫は、だって、にゃーみたいな。かわいい言い方じゃないですか。猫は、すげえな。にゃー 100% 言い方じゃないですか。いや、犬、ボン、ボンって感じ。猫、にゃー猫、にゃー威嚇してる時、にゃーってあるじゃないですか。いやいや、威嚇してる。あ、で、猫は、あの、まあ、前々から思ってたことがあって。前から思ってた。あの、音楽で例えるとしたら、あの CD とかではなくライブだなと思って。ライブ？ライブ。あの、体験する、同じ時間を一緒に過ごすっていうのが、その可愛さに直接触れられることだと思って。お、犬だって、どんだってそうじゃないですか、そんなペットだって。犬はほら、あの、外にいるじゃないですか。あ、外で飼う。外で飼う。はい。で、猫は、なんかこう一緒に暮らすとこっちにこう気を許してすごいリラックスしてくれるんですよ、うん、で冬とか寝てると布団の中に入ってきたりとかして、うん、ああなんかツンデレってこういうことなんだみたいな、うん、ああまあねそれ猫のね、うん、すごいふわふわしてて、うん、ふわふわしてるんだそうですあったかかったりとかしてで猫はやっぱりこうなんていうかこっちの気持ちを察してくれるっていうか猫は察さないでしょいやめちゃめちゃ察しますよどういうところですかだからあの泣いてると寄ってきて涙を舐めたりとか全然優しい察してんじゃなくてなんかしょっぱらピンものがなんか出てるから舐めに来てんじゃないですかわかんないそれはわかんないですけどただやっぱりこう一緒にあの暮らしてるっていうところに幸せがあるし、うん、ペット全部に言えることでしょそれだっていやでもペット他のペットはやっぱり家の外で飼ったりとか。いやいや、だって中で飼うね。犬だってそうですし。犬、ワンワンとかね。そうだね。ぐいぐい来すぎでしょ。そうで、猫はほっといても、あの、ほら、自分で餌を食べたりとか、トイレとかも自分で勝手にやってくれるから。うん、そこがね、なんかほら、なんか小鳥飼って血だらけで一度加えてきたりとかさ、来る残虐な一面をね、見せたりするじゃないですか。うん、それでも、宇山さんの見方が、偏見じみてる気がします。偏見じみすぎかな。で、猫の可愛くさが、あの、もう忘れられなくて、うん、私時々こう辛い時とかに昔飼ってた猫の思い出を思い出して、うん、ああまた見てに会いたいなと思って、うん、普通じゃないですかいやでも超ゴロゴロいるんですよやっぱり一緒にいるとでリラックスしてくれて、うん、柔らかいし、うん、いやーとか言っても可愛いみたいな好みでしょいやいやでも宇多田さんが猫飼ったらその可愛さに目覚めると思います。まあその可愛いのはね、ただ認めますけど、うん、みんな知ってることですよ、それ、こういう猫可愛いっていうのは、これは。うん、そう、いや、そうは思わなくて、みんな、うん、その本当に一緒にみんなその、自分の子猫と共に歩んだ歴史っていうのはあるのかなっていう。ああ。だからここに、今ここに、スタジオに猫がいたら、うん、みんなその可愛さを共有できますけど、なんか遊ん中で思ってる可愛さっていうのは、はい、実際の可愛さとは違うと思っていて、うん、やっぱりこう、その自分と猫の関係性っていうのが、あの、根本にあるから、はい、あの、その可愛らしさっていうのを、みんなこう、心の中に抱くことができると思うんですそれもだからその、いやいや、そう、それだからペット全部飼ったことあるからね、可愛らしく感じるっていうのが、一般論、うん、いや、一般論。家族みたいな、うん、でもほら、人間の、いやいや全部、うん、人間の彼女だと、やっぱり、いろいろ気を使ったりするじゃないですか。ああ、確かにね。うん、でも猫一緒に過ごしてると、うん、
柔らかいし、うん、彼女より猫がいい。そうですね。だからあとはあのコミュニケーションができればもっといいと思うんですけどね。できないじゃないですか。できないじゃないですか、猫と。猫はほら割とほらこっちの言ってること聞いてくないですよね。いや、なんか無視してなんか聞こえないふりとかしてるのが可愛い。勝手に思い入れてるだけじゃないですか。そうそう、あまあね、あやっぱ子猫が特にいいんですか。子猫が特にいいです。普通でしょう、だってやっぱ子猫の方が可愛いですもんね。うん、小さいし、なんかこう服の中に入れたりとかして遊んだりとか。服の中にもう丸いし。なんかもう、かわいいな。さっきから、とにかく、あのね、もうやっぱりね、確信を深めてなく、一個も新しい情報が入ってこないんですよ。もう猫に関して。でもね、うん、だいたいそういうもんだろうっていう。入るとかあんま知らなかった、ね。まあ、飼ってないから僕それ知らなかったですけど。飼、うん、った方がいいと思います。飼った方がいい、ね、うん、実際、飼うと、僕はもう、この頭で知ってる可愛さよりも、可愛い、うん。そう、よそいじゃない。思ってるより可愛い。いや、歌丸さんは、どういうふうに感じてるのかわからないですけど、やっぱその歌丸さんだけを見つめてくれる存在っていうのは、それ犬の方がより見つめてくれません？犬ボーボーとかですよ。グイグイきついて。言い方じゃないですか。うんうん、でも猫はこう優しく寄り添ってくれる。いつでも自分のそばにいてくれる。いつでもじゃないでしょ、猫は。いや、家にいたらずっと結構いますよ。そうですよ。家にいたらね。で心を許してくれるとぐる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 いって、それがなんかこう。俺に対しての態度は柔らかいな。でも、とりあえず、まあ、子猫。ミケと会いたいなと思って。子猫ってか、ミケでしょ？今、子猫って聞いたとき、ガクってなったリスナーの方多いと思うんですよね。なんでですか？ズルーって。なんでですか？いや、そう、そりゃ知ってるよっていう。意外と気づいてなかったんじゃないかな。どうですかね。みんな、割と盲点っていうか。盲点じゃん。なんでもないでしょ。いや、子猫はやっぱりこう、みんなが可愛いと思うと思うんですよ。みんながね。他の動物とかも、こいつ小さくてなんか守りたいなみたいな。待ってください。子猫は他の動物も可愛いと思ってる。思うと思います。だから、犬とかも、子猫を前にしたら、小さいこいつ。なんだこいつみたいな。そんな、お前、いい餌らしたなぐらい思っちゃうよ。いやいや、なんか、こんな小さい生き物なんだろうみたいな。ケムクジャラみたいな、ね。ケムクジャラ、それ可愛いとケムクジャラって思ってんのこれ。あったかいっていう。あったかい。うん。なんか、土器を含んだ大声でごまかそうとする。可愛いよ、この野郎みたいなね。百均ショップくらい分かるよ、この野郎みたいなね。これ今ね、北野武さんの映画のね、そうですね。ああ、そうですか。すいません。さすがに頭がいいですからね。サンプリング世代。関係ない。サンプリング世代なんで。さすがですね。あと、言いたかったのは、はい。歌丸さんも可愛いよっていうことですよ。はい、歌丸さんも可愛いっていうことですよ。そうです。これ完全に僕ら打ち合わせない状態です、今、ここから。歌丸さんの可愛さっていうのは、やっぱみんなこう、知ってると思うんですけど、あえて触れないみたいなところがあると思うんですけど、はい、僕は言うけど、歌丸さん可愛いと思います。どこなんですか？なんか、優しいし、はい、私の友達みんななんか、歌丸さんは好きだけど、うん、やっぱ緊張するって言ってて、はい、尊敬しすぎて、はい、友達のガーヘッド君とかも、うん、この間、DJ 出た時に、歌丸さんやっぱり、緊張するっていう存在が大きすぎて。あと、友達のニノちゃんとかも。友達のね、情報がかなり具体的に出るますよね、さっきから。はい。なんか、サイプレス上野さんとかもおっしゃってたと思うんですけど、歌丸さんは素晴らしすぎるから、やっぱりこう、気軽に話しかけづらいっていう。でも、それは僕は言う、ここにいるのは優位に来たと思って。はい。あえて、うん、なんすか。素晴らしいなと思って。もういいですよ、歌丸さんの。一個も進んでないじゃないですか、話が。どういう部分が可愛いですか？私ずっと追ってたんですけど、うん、はいはいはい、ほら、朝日新聞とバトルした時とか。はい、これ説明が結構長くリスペクト。説明が長くなりますからね。10年以上前の話っていうことだけ言っておきましょうか。はい、そうですね。13年前の話。神保町。断片的人望町、はい、ありがとうございます。僕の話はい、というね、ポップライフ、はい、ということポップライフ、ポップライフ、ポップライフ、はい、またありがとうございます。素晴らしい、歌丸さんは素晴らしい。はい、歌丸さんがビューティフルだと思います。はい、もうすっかり困らせたところでね。いやいやいや、その最後佐藤さんが、まあその僕の件はいいですよ。なんか訴えたいことがあるっていう。はい、最近思うのは、はい、プロデューサーの
大事さっていうのをすごいくつくつ感じていて。プロデューサーの大事さ。はい。で、ここは、例えば、具体的な人の名前を言うと、日活の千葉さん、寿司台風の。ああ、あと、急に話がさ、マクロからミクロに行くんですよね。はい、現実の話になったっけ。映画機構の田辺さんとか、あと、タマグロで言えば、橋本会長、はいはいはい、で、ブーブーカーで言えばサミエルさん。はいはいはい。こういう場を作る人たちがすごく大事だと思っていて、で、やっぱり面白いことをしてる人はやっぱ目につくんですよ。で、そこでこう、いろんな抵抗があるにせよ、それにひるむことなく立ち向かって、みんなが楽しく仕事ができるのに、そこでこう食い止めるような、そういう、人知れずぐらいの。そうですね、機会があるプロデューサーっていうのが、本当すごく、大事っていうか、はい、そこで戦ってくれるから、はい、みんな好きなことができるんじゃないかと思っていて、はい、やっぱりそういう人になりたいですね。はい。はい。はいはい、頑張りましょう。いやいやいや、すごいいい話ですけど。キングレコードの山口さんと。いろんなね、各業界にね、いらっしゃるそういう。ね、いますよね、いろんなところにね。で、それを、この間高橋良樹さんとかとも話したことがあって、はいはいはい、やっぱそういう、いろんな人が自由に、仕事ができるように、やっぱり才能がある人が出会うと、そこで面白いアイデアっていうのが出てくるから、うん、そういう場を用意する人がすごい貴重だと思っていて、うん、それでも、我々ゲーム業界の人間でも、同じことが言えると思うんですけど、うん、そういうプロデューサーとかで、あえて、世間からの批判とかっていうのを受け止めて、頑張る人っていうのが、うんいっぱい出てきて、なんか、勇気を与えられるなと思う。はい。はい。はい。いや、すごいいい話なんですけど、はい。いい話なんですけど、今日の流れと、あんまり。いや、ビューティフルでいいと思いますけど。ビューティフル。ビューティフル。ビューティフルな仕事人。はい。で、金沢映画祭とかでも結構、田辺さんとか、橋本さんとかとお会いして、そういう話をして、やっぱりこう、そういう楽しく仕事ができる場を、与えるのが我々 の役目なんじゃないかっていう。はい。はい、なるほどね。なるほど。いやいや、まあ、いいんですけど、どうまとめたもんなのかっていう。いや、まだないですか言いたいことは。あとは、やっぱり、歌丸さんが素晴らしいと思っていて、はい、僕の話はいいですよ。ちょっと前にも聞いたさっきちょっとその話してたしね。いや、でも、改めて聞きましょう。はい、そうですね。あまりにも、その、ビーボーイパークのライブが素晴らしかったから。今日2回目ですね、ビーボーイパーク。音大事じゃないですか、いや、iPhone で、撮影して、それ YouTube にアップしたんですよ。あまり、褒められた方がいいじゃないですか。そうですね。5万アクセスぐらいがあって。なんと5万。うん、あと、やっぱ古川さんも素晴らしいなと思って。やべえ。来た。この間、はい、攻略本書いてとかおっしゃってたじゃないですか。攻略本の話を以前、はい、したことあります。あとは、その、歌丸さんのちょっと、ちょっと、古川さんの、はい、こう独白というか、うん、あとノートの話も映画の感想書きてえなモテてえなみたいな、はい、そう古川さん面白いなと思って、はいはい、そういう面白いところが心かかってつかまれて、島尾さんも面白いしだからとにかく、島尾さんも面白い、やっぱここもね一貫してるんですけど新しい情報が一個も入ってないタマグルは素晴らしい番組だなと思って、でそれに自分がもともとリスナーだったんで、でそのねこの場にいられるってことにすごく感謝しているし、それに番組に役に立てたんであればすごい本物です、ね。額には玉の汗ですよ。ものすごい、 いや緊張してるんですよ。ものすごい量の汗かき始めてますけどね。うん、やっぱ歌丸さん。は存在が大きいからいやちょっと話がねあれですよ最後に言いたいことがね結構な分量であるって聞いてたんで、はい、結構な時間取ってたんですけど、はい、意外なほど中身がないいや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 ことが判明してこれちょっとどうしたもんかっていうのがあるんですけどもう一個ぐらいじゃあ、はい、なんか言っちゃいますそうですねあとはもともとそのビューティフルライフコンサルタントっていうのは、はい、いろいろ話を聞きにした時に、はい、まあ、皆さん頑張ってるんで、肩を揉んだりとか、はい、肩を揉んだり、揉んだりとか、はい、でそのいろいろ話を聞いていて、なんかもう世の中すごいいろいろ大変なことがいっぱいあるんだなと思って、でそこでも私はやっぱりお話を聞くことぐらいしかできないから、はい、そういうことでお役に立てるんだれば全然コンサルタントの1時間喋った後の結論が過去ものしかできないいやあと働く女性は偉いなと思ってなんかさ
あの美しいのかと思って、ね、働く女性は美しいと、うん、みんなだから輝いてほしい、もっと、うんはいもっとみんな美しいっていうことを気づいてほしい。あのとにかく ね、 あの最後にそれを付け加えたことで全体のなんか感じがね、なんか全体になんか、あ、この感じなのかっていうことでね、全体がまたガーッとね、うん、いい感じ。そこを上げっていうのかな、うん、そこのこうなった気がするんですけどね。はい。いやでも面白い、歌丸さん、すごい。もういいです、いいです。ありがとうございました。シネマファストだなとか面白い、ね。ちょっと大事なね、話をしときます、先にね。まあ別に今日は宣伝、はい、カプコンのは全く宣伝絡んでない感じで。あ、はい、そうですね。はい、来てますけど、まあカプコンといえば間もなくと言っていいのかな、はい、あ、ロックスター社、ね、はい、新作。エロエノワールが。これがついに出ますから。ね、日本版4月7日なんですよ。はいはい。で、この間なんか、キラインサイドミーっていうノワール映画のトークショーで、はい、高橋由紀さんと、はいはい、ジム・トンプソンの、はい、そうそう、柳下さんと、はい、滝本誠さんのトークショーがあったんですけど、はい、やっぱそういうノワールのカルチャーを踏まえた、うん、紹介とかっていうのはやっぱりね、歌村さんとか、いや自分はちょっとね、詳しい方にお話ししていただいた、その時はね、なんか本格的にね、そういう詳しい人を呼んでやった方がいいかもしれないです ね、 そうですね。もう予告見るだに半端じゃないですからね。いや、すごい、モーションキャプチャー、そうそう、ね、すごい顔の演技が、はい、あと秋ぐらいにデッドライニング2のオフ・ザ・レコードっていう新作も出ますし、うん、あ、そうなんですか、はい、カプコンもまだまだ出ますし、いや、みんな頑張ってるからすごく、はい、そういうのを間近で見てるんで、はい、僕も応援していきたいと思います。こういう時が一番困りますよね。本当に真っ当なことを言ってる時が一番困る感じになりますよね。いや、そうですかね、はい、これ、うん、でも今日はちょっとね、こんな時代や社会、はい、ね、リスナーの社会、こんな時代や境聞いた？ちょっと、こんな境なんですかね。今びっくりしたよ。ちょっとだす。ねえ、もう本当に。ちょっと待ってください。すごい。Hey yo! Party people! すごい、すごい、すごい人なんですよ。Hey yo! 佐藤さんは本当に。ね、皆さん今日、ね、多分、この番組いろいろ次から次へと出てきたいろんな怪人で奇人変人たち紹介してきましたけど、はい、多分、はい、一番本物だなっていう感じが。リアル。っていうことリアルに本物だっていうのが来たと思うんで、はい、でもまたぜひ結構頭がいいんで全部わかりました、はい、計算してます、ありがとうございました。以上カプコン佐藤さんのライフイズビューティフルでした。カプコン佐藤さん、ありがとうございました。ありがとうございました。